ごきげんよう、リオラスです。それでは本日もペルソナ4ザゴールデンやっていきましょう。はい、こんな夜中に道の真ん中で仁王立ちをするアイドルを見つけてしまったんで声かけていきましょうか。あれ先輩って何してんの君は。本当今ねちょうど先輩来るかなって思ってたから驚いちゃった。私を待ってたんですかこれ。先輩時間ある？お話していこう。リセは暇なようだ。会話を楽しむのも良いかもしれない。まあ付き合ってあげないとちょっと危なっかしいからねこの子。夜はリセと過ごそうか。はい、過ごします。やった。まあ夜のこの会話はそんなに増えないっぽいけどね。まあ、あげとくに越したことないでしょ。やった、先輩と一緒だ。嬉しそうだ。先輩。この前あいあい傘したの覚えてる？まあ覚えてますけど。陽介ともしたよ。あの後ね教室で思い出してちょっとだけ一人でにやけちゃった。なんかベタだけどああいうの憧れだったのかも。ああ意外と普通の女の子っぽいと一面もあるんですね。最近割とガチアイドルしてるけど。そういうの先輩にもある？下駄箱に破れた。保健室で二人きり屋上で殴り合い。なんだそれ。下駄箱にラブレターはあったね。まあ違う子だったけど下駄箱にラブレターかな。ああ先輩ベタすぎ。いやベタなのがいいって言ってたんじゃないか君は。でも先輩ならそれくらい普通にありそうじゃない。おおすごい上がった。なんか伊勢はからかうような目でこちらを見ている。でも変だよね、あいあい傘なんてそんな特別なことじゃないでしょ。ドラマじゃもっと恥ずかしいシーンいっぱいあったんだけどの。おおえだって高校になったばっかりでしょ君。中学生の時に出るドラマでそんな恥ずかしいシーンを求められてんの？それどんなドラマだよ。現実は全然違うっていうか台本ないから当然なんだけど。はあたわいない話でリセと盛り上がった。リセとの仲が深まった。そろそろじゃあ次に昼間に会話すればいけるかな。やば、もうこんな時間？ごめん、そろそろ戻らなくちゃ。まあ後ろに君ちあるから大丈夫だと思うけどな。あ、そうだ、先輩ちょっと手出して。先輩にあげる。お濃厚ミルク飴。あ、これは濃厚なのいただきました。ありがとうございます。ドッキリプレゼント、ふふ、驚いた？プレゼントの中で一番驚いたのは肉ガムだけどな。じゃあおやすみなさい、先輩。はい、いい夢見ろよ。おやすみ、先輩。はい、またな。さあ、あと1日置いたら本当に文化祭始まるのか。間に合うんかこれ。なんだ？お？掲示板に大きく書かれている見出しが見える。ミス八高女装大会。ああ、なるほど。これは僕らも出るパターンだな、これは。なんと文化祭で男子扮する女装ミスコンをやるようだ。はいはいはい、お知ってる名前が載ってるってことだろ。ほらやっぱり花浦。女装コンって今年もやんのかよ。懲りねえな。毎年やってんのか。お出場者書いてある。誰だよんな物好きや。物好き僕の横にいますね。花村陽介。花村陽介聞いたことありますね。俺だ俺だ。今か、今気づいたんか。で、それに辰巳寛治。ああ、まあそんな流れだと思ったわ。じゃあ僕もいるんでしょ。あと、お前もだ。でしょうね。どうよ、確かに自分の名前だ。なんだって？うわ、結構多いね。去年2人とかじゃなかった？2人？去年2人とかってそれガチな人だったんじゃないの。今年他選でも強制らしいじゃん。誰かが推薦しちゃったんじゃない。いや、じゃあやっぱり去年のは自選か。自信ある人たちが出たのか去年は。去年のレベル高かったんだろうなきっと。それいじめだよね。まあいじめだな。意外と自選だったりして。まあいじめだな。やだキモい。キモい。とか割と真顔でキモい。それうお誰かが推薦。まあまあちえちゃんとかじゃないの。お前らもこの靴を味わえって感じで、出してきたんじゃないか。あいつらだ。
まあそうだろうな。やりやがったな。目には目をだな。文化祭の女装コンテストに出場することになってしまった。ちゃんと出るんだね、でも。そこは律儀だな。これは楽しみですね。あ、なんか知らない子がいる。あれ、委員長の子かな。漢字も来た。どういうことか説明してもらおうか。おう。え、知らない？え、知らない？え、これ誰が推薦したの？何がじゃねえよ。女装大会、俺らの名前書いただろう。あの子か。ああ、あれか。あの子。リセちゃんがみんなで楽しもうよって言い出して、楽ね。さすがリセ。人数増えて柏木も喜んでるらしいよ。で、なんで女装にするの？普通にミス、え、ミス、え、なんだ？普通にね、ミスターコンテストでいいのかにすればいいんじゃないの。男前を競う大会でよかったんじゃないの。なんで女装にしちゃうの。お前、女装だぞ、女装。先にやったのはあんたらだろう。こっちはミスコン出ることになってんだから、おあいこだよ。あんたらっていうか、陽介だけどな。陽介とクマだけどな。それとこれとは違うだろうよ。まあ確かに女装はちょっとおかしいな。ベクトルが違うな。大丈夫。何かだ。すっごく綺麗にしてあげる。ね。それで癖になっちゃったらどうするんだよ。おい。そういうこと言ってんじゃねえの。陽介とか下手すると似合うかもしれないだろ。どうすんだよ。プライドってもんがあるんすよ。漢字は難しくないか。絶対嫌だ。ここはリーダーとして頑張らせてもらいますよ。はい。お、マジかよお前。はいはい、もうプライドとか関係ないから分かってるでしょ。名前が推薦されたら強制参加。もうやるからには徹底的にやってやんよ。お、文句があるなら柏木先生に言いに行って。無理だな。柏木が聞き入れるわけねえじゃんか。でもなんで本当女装なんだろうな。な、何諦めムードになってんすか。お、行くか幹事。あの先生とか行くか。俺、ほんと嫌っすからね。幹事くん、出席日数とか大丈夫？あ、やっぱその辺が関係してくんのか。あまり先生をがっかりさせない方がいいと思う。これは脅してますね。明らかに脅迫ですね。先輩、さらっと怖いっすね。プロデュースは私たちに任せてもらっていいね。おー、頼むぜ。あ、ただ服装とかマリに選んでもらった方がいいと思うけどな。赤か緑になってしまう、このままだと。リセちゃんもいいんだからさ。あ、そっか、リセもいるな。うん。綺麗になんないわけないし。本当だな。本当だな。絶対綺麗になるんだから。お、漢字乗ってきたぞ。乗ってきたぞ。保証する。お、大丈夫か、癖にならないか、漢字。何お前出る気になってんだよ。もうこうなったら出るからには咲くしかないっしょ。そうそうそうだよ、そうだよ。ああ、もうやるからには徹底的にやって、うん、見返してやろうぜ。そういう男らしさやめてくれよ。けど俺は絶対。お、サボったら柏木怒るだろうな。来年は幹事君と授業を受けたりして。留年高校で。なんでこんなことになったんだ。いや、さすがに知らないうちに俺らイベントに全員参加かよ。おう、おめでとうございます。楽しんでこうぜ。どんな軍団なんだよ。元は全部あんたが。そうだな、合コン記者もそうだな。どうせやるなら楽しもうぜ。お、吹っ切れた。吹っ切れた。大丈夫、陽介多分似合うよ。うん、陽介は似合うと思う。さあ、まあ化粧次第だよ。プロがいるからな。おかえりなさい。はい、ただいま。ななこちゃんはないか、悩みないのか。いや、プラも行く。いや、まあまずとりあえず虫取ってきます。はい、虫大事。あ、早めに寝よう。来ちゃった。明日からの文化祭に備えてもう部屋に戻って早めに寝よう。え、ってことはプラももダメ。あ、プラももダメだ。詰んだ。プラもやらせてよ、おじさんが待ってるんだって。いよいよ今日から文化祭って何も準備してない気がする。クラスの出し物は成功するだろうか。学校へ急ごう。
え、だって教室普通に教室のままだったよな。普通文化、あーすごい綺麗に準備してある合コンハート、いやいや本格的じゃん。うん、三々なんだ。あーなるほどね、なるほどね。え、これすごいな、このセンス。お水サービス誰も来ない。え、来ないの、来るもんじゃないのこういうのって。合コンやってまーす。もう恥ずかしいなこれ。あららら、もうなんか改めあらかじめ予約制とかにしておいた方が良かったんじゃないの。うん、最初から人数集めといてね。うん、これどうすんの、僕らでやる合コン。そもそも人通りがあんまり。え、実地が良くない、見てってもらうには桜が必要かな。ああそれは大事だよね。うん、誰もいないと入りづらいもんな。うん、桜やってるふりしないとダメだな俺らで。寒くね。まあ合コンだからな、普通に座ってお話ししてるだけでいいから、それでふりになるしな。客来ないと始まらないし、人通りもあまりないんだから、確実に呼び込まないとさ。いや、チラシとかちゃんと配ってんのかなこれ。けどここにいるの5人で奇数だし。クマを呼べ。チース。いや人数合わない男子と女子合わないからそれ。先輩方様子見に来ましたよ。よ、すげえタイミング感じ。いろんな。でも男4の、そうそうだよね、2だろ、女装すんのここで。またお前らどうせ明日女装すんだろどっちか女の席に座れ。そうなるか。はあ、誰が。さっさと男子の席に、潔く女子の席に座る。イエーイ真ん中行こうぜ真ん中。え、端っこなの、真ん中座ろうよ。君がそっち行くんだ意外なやつだよ、ま、た潔い潔い。なんだよ、ゆき子と知恵の真ん中に座りたかったのにじゃあ始め。え、司会とかいないの。始めていいよ。いや、やばい、司会とかいてさ、なんかテーマを出してあげるとかないの、そういう流れ。いきなり座ってさあどうぞって言われたって無理でしょ開始してくれ誰か仕切る人いないと。沈黙が重い。女性になったつもりで何か質問してみようか。おー動くね。この中の女子で誰が一番好きですかね。いきなりそんな話できねえよつか、なんなんすかこれ合コンの真似。真似。さ、桜とか言い出した俺が。なんだよ乗ってこいよせっかく話振ったのに。おい、院長、乗れよ。じゃあ、彼氏にするならこの中で。おこっちの質問に答えてくれ。だから、いきなり聞くなっつの。いいだろ、別に。はい、里中さんから。里中さん、はい、誰がいいですか。え、私、こっちに座っちゃってますけど。誰がいいですかね。その…はい。チェがこちらを見てる気がする。何かしてくれという合図だろうか。いや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 この中だったらってことでしょ。ユキコに話を振る。無視する。いや、ユキコに話を振ろう。ここは助けてやろう。ユキコさんどうですかね。私、彼氏にするには。はい、無理だよそういう話。いや、そういう話をするところだから、ここは。だよね。知恵からの感謝の目くされた。今君に上がられてもな、君もマックスな。むしろユキコをあげたかったんだけどな。じゃあ次だね。うん、彼氏にするなら誰。え、あのユキコさん、ユキコさんも。陽介幹事無理。え、委員長がないんだけど委員長行こうよ。じゃあここは陽介にしとこうか。僕は陽介くんがいいな、彼氏にするなら。やめろそのノリ、こいつは僕、陽介くんとずっと一緒にいたいな。愛の形はそれぞれとか俺に言ってた気が。言ってたな。ないない。ないのか。
まあ頼りがいがあるし、そこそこかっこいいってのは認めるけどね。おっとおっとと、なぜか誇らしい。あ、なんか陽介上がった。嬉しかったのか沈黙これ客くんの沈黙が重い。来た来た。あ、リセ君。先輩、盛り上がってま盛り上がってません。せんね。それ理性が桜になればきっと男子は来るよ。逃げるな逃げるな。あ、理性が女子側座ってればきっと男子来るって。失敗だな。あ、せっかくいいね、なんか準備してあったのに妙な雰囲気のまま文化祭1日目が、え、これまだ続くの。明日も日曜だから明日もあんのか。せめてもう少し校内回ってから帰ることにした。え、他の出し物とか見て回れないのえ、校内、ああ、いけるいける、よかったよかった。あ、郷土資料展だってよ、このクラスいいな、楽そうで。いや、そう、なんかそういうの集めるの大変なんじゃないのこれ何、壺。俺らのクラスなんて劇だぞ劇、恥ずかしいったらもう、いや、そっちの方が思い出残るんだって。やってよかったって思うから絶対。まあそう言うな、ハム。ハム？ハム役？ハムじゃねえよ、ハムレットつかやりたくねえの。ロミオとジュリエットとハムレットだぜ。もうそんなの出落ちじゃん。出落ちなら明日の徳川だろう。いや、明日ちょっと期待しててくださいよ。やるよ僕はもう今練習してきたからな、うん、お、そうだった、明日のミスコン見に行くからな。いいか、優勝狙えよ。優勝ってあるの？あ、そっか、あるか優勝あるな。永瀬と一条と楽しく過ごした。あやねちゃん、いや、幽霊屋敷一緒に入る？いいです、先輩一人で。どうぞ。一人で幽霊屋敷入ってどうする？一緒に入ろう。こういうの苦手で、汗出てきちゃった。かわいい。あ、本当に一人で行くね先生、先輩やだ、一人にしてください。よし来た。そうだ、目をつぶって。キャーいや、高校生の作るお化け屋敷なんて怖くないから大丈夫だ。あ、いた、あった、あった。え、あれ、これ、え、ごめんなさい。あ、ごめんなさい、先輩。え、何した、足とか踏まれた？いいよ。すいませんでした、先輩。そのおかげで怖くなかったです。だろう。あやねと楽しく過ごした。やったぜ。もう最後まであやねちゃんと見て回ろうよ。学校の友人と文化祭を見て回った。あ、あやねちゃんはこれで終わり？あらあら、友人その他枠で終わってしまった。ただいま。あ、でもお父さんいるから奈々子ちゃんの悩みをまた聞けないよ。もう神社行ってくる。明日の文化祭に備えて早めに寝よう。虫取ってくるぐらいいいでしょ。虫取らせてよ。海の神様釣りたいんだって。あー、虫大事なのに。コンテスト開催前の教室。さあやってやんよ。あ、クマも来た。クマも出るのか、まさか。クマ似合うだろ。何、クマいけんだろ。うん、こっち来て座って。衣装どうすんの？幹事くん、こっち。衣装どうすんの？幹事も割と化けるかもしんないよな、ひょっとしたら。大丈夫、痛くしないよ。優しくしてください。もうすぐ女装コンテストが始まる。おとなしくユキホのメイクアップを受けるしかないようだ。頼むよ。クマはどうしたら。クマもやるか。クマも参加することになりました。ほう、野望のために優勝もらう。クマ、あ、これクマに優勝持ってかれるパターンだ。これ絶対に、絶対に似合うよ。クマクビに参加で手続きしといたバカか、お前クマに優勝持ってかれるぞ。道連れ増やして。おい、ま、申し込んじゃったんならもうどうしようもないか。絶対クマに持ってかれるよこのパターン。ナオト君、手空いてるよね。クマ君の担当お願い。え、ナオト君化粧とかできんの？僕ですか？ほう、男として育ってきたナオト君にできんのかそれ。まあでも知力はあるな、あそこは。ああ、知識はあるな、あそこは。まずは素敵にメイクアップ。いや大丈夫だろう。そ
そうだね。もうクマ、じゃあ化粧道具借りてくるの、ね、クマもうウィッグだけでいけんだろ多分いけるだろ。待つクマ、勝負は道具選びから始まるクマ。ほう。ねえ、つけまつげは必須だよね。つけまつげ見えんのか、その舞台の上で。飲むよ、どんどん持ってこい。もうここまで来たら本格的に頼むわ、ガチ頼むわ。なんだそのアフロは始まったわね。おお、声がある、フルボイスか。ここえ、ミスコン、ミスコンから、レディースアンド、あ、まずミスコン&ミスハテナコンになってるいや普通は色物先だろ。文化祭2日目の目玉イベント、ああミス八子コンテストの始まりです。イエーイ。早速一人目からご紹介しましょう。はい、どっちから始まるのこれ。稲葉の美しい自然が生み出した暴走特急、漢字か、破壊力は無限大。おお、1年3組辰巳漢字ちゃんの登場。漢字ちゃん漢字ちゃん、うわ筋肉二の腕のしマリリン・モンローかいや、あのガンつけるなって、うっす、ギャーギャーいやそれ姿勢正せばいけるんじゃない。姿勢正せばいけるだろう。キモキモこれはひどい、ひどすぎる。いや頑張ればいけるだろう。さあ僕も近づくのが恐ろしいんですが、チャームポイントはどこですか。チャームポイント、目、目ガンつけんのかおっと意外にスタンダードだ。おお、一番手がこれでは姿勢が悪い、姿勢がそれガニ股もまずいって。さあ2番手、御曹司にして爽やかイケメン、ほう、口を開けばがっかり王子、陽介、陽介いけんじゃない。2年2組、うん、花村陽介ちゃんの登場だ。陽介ちゃん、あ、ほらほら、え、ちょっとウィッグつけようよ。どうもなんで結んだあー、これはやばいわ。花村先輩、いいぜ、そうだよね。ちょっと化粧が失敗してんじゃないこれ。いや、これいそうで怖い。いや、これ逆…いそうで怖いあの漢字みたいにカツラうまくつければいけたと思うんだけどな。さあ、気合が入ったら嘘ですが足綺麗だし、普段からこんな感じで剃ったのか。なわけねえだろねえですわよ、ねえですわよ。偽物じゃないですか。いや漢字もなんか表情作れば似合ってると思うんだけどな。それ以外の何だと思ってたんだよ。僕ももうお腹いっぱいになってきました。はい、続いて3番手、この人の登場です。3番手僕、都会の香り漂う、あーやっぱそうだ。ってことは絶対クマに持ってかれるパターンだ。星の数、2年2組に舞い降りた転校生、はい、はい、なんでしないを持ってるんだなんでスケバンなんだ。なんで先輩こんなの出ちゃうの。本当だよ。ああ先輩ってクールだと思ってたのに。ほら学年トップでちょっと目立ってるんだから私。さあなん三つ編みはいいけどさ、自分で立候補友達に無理やり当然っす。漢字以上に前向きだったんだな当然っす。つうか柏木め、いやでも絶対似合ってんだろ。アップがないのが残念だけど。傷物に仕上がって、うん、絶対トラウマになったぞこんちくしょう。さあでクマでしょ。最後は飛び入り戦か。いや絶対クマ美少女だって。仲間が登場です。自称王様フロムテレビの国、自称キュートでセクシーな小悪魔ベイビー。ベイビー、え、でもこの学校の生徒じゃないのにいいのそれ。飛び入り参加しちゃって。クマダちゃんだ。クマダちゃん、ほらほら超似合ってる。不思議の国のアリスか。ほら普通にいるから女の子。ああ、あれ男の子。ほらな、うん、すっごい可愛いだよな。俺あれならいける。いけるなああ投票が行われた。もう全て持ってかれただろう。ミス八校コンテスト
もうだって立ち方がもう大きな支持を集めました。そりゃそうだ。飛び入り参加の熊田さん、わーい。優勝した熊田さんには素晴らしい商品が。商品あるのか。本日午後の部に行われる正真正銘の女性たちによるミス八甲コンテスト。恥じらいに関しては陽介いいって言ってるぞ、あの立ち方。恥じらいを感じるぞ。いいぞ。その栄えある審査員の座をプレゼントします。あーなるほど、ミスコンの審査員できるのか。クマにやらせちゃいけないやつだそれ。審査員の座かよ、せこいよな前座の商品は。あいやでもクマにとっては喜ばしい商品だな。すげえ喜んでるし。審査員であんなに喜ぶなんてなかなかできないよね。いや君らあれに審査されるんだからな。あんなに喜ばれるとなんかこっちまで嬉しくなるね。そうかい。無駄にピュアよね、クマのやつ。ああ。なんだっけ、なんとかビースト。優勝のお気持ちとミスコンの審査員になった感想はどうですか。待ちに待った日が来たですね。待ってたんかい。午後の審査はお、じゃじゃーん、水着審査をするみたいな。あ、そういうの選べんの。そういうの選べたの。それならなった甲斐あるかもしれない。何言い出してんのあいつ、そんなのあるわけないじゃん。あるだろ。水着なんて持ってないよ。あったらやってくれんだな、リセは。あのクマ、始末した方がさっきまでピュアだのなんだの言ってたのに。いや、勝手に言ってるだけですから。いやいや、あるんだろ。いいわこの流れ。柏木先生用意してたんですか水着を。大谷さんの水着とか見なきゃダメ。ちょっときついんですけど。制服に着替え、会場に戻った。女装用衣装手に入れちゃった。これ使えるの。これで戦闘できんの、あのスケバンで。その後ミスコン控え室。あ、スケバンって言っても竹刀持ってなきゃ普通に女子生徒になれるだけか。あ、大谷さんいる。